恵まりのとことん聞いてみたのコーナーです。年内最後の放送ということで、今回は県民の皆さんにこんなテーマをとことん聞いてみました。2022年、あなたにとっての最高の出来事は。まずはこちらの夫婦。いいこと。じゃあ子供が野球チームに入って下手なりに頑張っててヒット打ったりとかしてるところですね。そうだね。小学5年生の息子が今年野球チームに加入。記念すべき初ヒットの映像がこちらです。これ初ヒットですか。そうかな。はい、ちょっと盛り上がりますね。テンション上がりますね。こちらの女性は大須で居酒屋を経営。ある決断が最高の出来事でした。もう今71なんですけど、33年やってきたお店をもう1月で辞めるんですけど、息子が次は代を継いでくれるから。皿洗いでも掃除費でもいる、雇ってって言ったらいいお母さんって言ってくれたから、死ぬまで元気。来年も元気で頑張ってください。続いてはこちらの夫婦。つい最近嬉しいことがありました。初孫が生まれたことです。いつ生まれたんですか。12月の11日に生まれた。そうです。まだ名前も決まってない。これかな、これかな。かわいい。目に入れても痛くない初孫。ただコロナだから、もう立ち会いとか面会とかも一切できないんで。じゃあまだお会いはしてない。はい、してないです。早く会えることを祈ってます。こちらの大学生には驚きの出来事が起きました。そうですね、去年から身長が3センチ伸びました。20歳なんですけど、ちょっとまだ成長期終わってなかった。伸ばすために何か努力とかしますか。そうですね、やっぱジャンプで伸びると思ってるので、来年は今年よりもジャンプを頑張りたいと思います。一方、一緒にいたこちらの男性は、初めて彼女ができました。彼女のどんなところが素敵ですか。どんなところ、なんだろう、よく笑うところとか。2人で旅行した際の写真を見せてもらうと。何この幸せ写真。恥ずかしい。わかります。ちょっとご利益ください。いやいや。最後にこちらの家族に聞きました。今年は、はい、この子が幼稚園に入学しました。何歳？3歳だわ。さらに6歳の息子も小学校に入学。息子2人の成長が家族にとって最高の出来事となりました。素敵な家族写真。今年は門出にあふれた幼稚園に入るゆずきくん、来年の目標は。体操だわ。体操。来年も素敵な年になりますように。